一体何がどうなっとるんや。なんで知らんやつがわしの計画知っとった。おい、どういうことや真島。さっきの電話の男、多分あいつは俺が捨てたもんを拾ったんや。公園のゴミ箱から。ああ、俺があんたから取ったほぐし会館の制服、身代わりにするつもりやった女の写真、俺がそれ捨てたとこ、その男はどっからか見てたっちゅうことや。そういうことかいな。それつこて誠の死体を偽装したんやな。けど何もんなんや。もしかしてお前の雇い主とちゃうか。ちゃう。俺の雇い主やったら本人が電話してくる。電話の男は別口や。けど俺が誠の殺し命じられとんのは承知しとる口ぶりやった。となると前にここに来たヤクザどもか。まずその関係やな。電話の男は俺と取引したい言うとった。やつの欲しがっとるのは牧村誠っちゅうことや。ドライする。相手はグランドで俺を待っとる。あんたはあの子についててやれ。そらええけど、お前一人でのこのこ出ていくんか。相手はお前を待ち構えとるんやで。これ以上うろちょろされたら目障りやからな。それに奴に聞けばあの子が方々から狙われとるわけもわかるはずや。そろそろ蹴りつけたる。どうも、真島さん。お前は。その説はお世話になりました。お店の中にうちの組長がお邪魔しています。ええ、先ほど組長からお電話差し上げたかと。牧村誠の死体お受け取りになられました。どうぞ、親父が待ってますから。わしのも触ってえな。いや、もうほんまに特別ですよ。え、ちょっと立ってるやん。当たり前やん。ちょっと嫌や、やめて。せやったらいくら払えば揉んでくれるん。せやな。じゃあ1万で1秒。ほんまか。なら100万で100秒や。当店はみだらな行為は禁止です、お客様。支配人。ほう、あんたが真島君くんかいな。固いこと言うなや。場がしらけてしもたやんか。ですが、それが当店のルールです。はいはい、そりゃエロすいませんでした。支配人怖いな。な、当たり前や。他の客の迷惑になるような真似されて支配人として見過ごせるわけないやろ。ちゃうねんって、そない乱暴なことせん。これでもちゃんと筋通してます。実はお店の人に頼んで貸し切りにしてもらったんや。
わしらの会話、あんたも他のもんに聞かれたないやろと思ってな、人払いしといたんや。これでも気ぃ使てるんやで。まあまあ座ったら、たまには自分の店で飲むんもええもんとちゃうか。何もんや。わじゃな、鬼人会中看板掲げさせてもらってる西谷ってもんや。鬼人会、こっちの欲しいもんは分かっとるやろ、真島君。牧村誠ちゃん、あんた、あの子どこに隠しとんのや。前にうちの若いもんが誠ちゃんさらいにハリシンとか言ったやろ。せやけどあんたが手に負えん言うてな、結局わしが出てこなあかんようになってもうた。お前があのボンクラどもの頭っちゅうわけか。あんた強いらしいな。わしゃ強い男は大好きやで。せやけどそんなあんたが女一人殺せんでえらい困っとる。もう見てられへんで、かわいそうな。何言うとるんや。まあカリカリせんと聞いて。わしらが欲しいのは誠ちゃんの命やない。あの子とちゃんとお話ししたいだけなや。せやから誠ちゃん、わしらに渡してもらえんかな。なあ、ええやろ。あんたは雇い主に蒼天堀の死体が誠ちゃんや言うたらええ。相手は佐川やろ。キャバレーグランドの裏のオーナーさんや。あのアホに死体が別人やなんてバレやせん。わしは口の堅い男や。誠ちゃんさえこっちの手に入れば誰にも秘密は明かさん。墓まで持ってったるわ。お前ら、なんであの女狙うんや。うん、そりゃ言うわ。わしらも人に雇われて向いとる。ただまあ、真島君もそれ知りたいやろな。なんやったら、わしから力ずくで聞き出してみるか。あんたもそのつもりで来たんやろ。あれ、なんや真島君、どないしたんや。俺は店ん中で客殴られへん。なあそれ。この店の支配人としての流儀や。なんやなんや、あんたほんまにわし好みの男やな。せやけどどないしよう。真島君の流儀も大事やけど、わしもはよあんたとやり合わな、もう収まりつかんで。せや、そしたらこないしょ。ちょ待って。あ、もしもし、警察でっか。わしキャバレーグランドの支配人ですわ。何、今頭おかしなったヤクザが店でドス抜いてますね。全然客やないです、強盗ですわ。早お助けに来てください。何考えとるんやお前。これでわしは客やないっちゅうこっちゃ。札も認める立派な強盗やで。支配に言うたことで強盗まで殴らんちゅう流儀はないやろ。
大事な店を守るため。はよ遠慮せんとかかってきてや、真島くん。わしゃもう仕事抜きや、楽しませてもらうで。そこまで言うんやったら突き落たる。俺も仕事抜きや。ほな行くで、真島くん。がっかりさせんなよ。警察や、そこを動くな。なんや、もう時間切れかいな。札の旦那方、わしがこの店を押し込んだ強盗ですわ。エロ、お騒がせしましたな。はあ、なんやそれ。待てや西谷、お前らが女狙う理由はなんや。どっからの命令や。それは次会うた時のお楽しみや。お前はもうわしの獲物やで、真島君。たく、なんなんやお前。とにかくこっち来い。あの支配人、何があったんですか。貸し切りのお客様は。貸し切りはしまいや。え、あんなにお金いただいてるのにもう。ええから、お前は札の応対しとけ。他の門には開店準備させろ。今から通常営業へ。わかりました。準備でき次第店を開けます。支配人はそれまでどうされてます。せやな、店開くまで事務所におるわ。何かあったら呼びや。はい。あの、さっきはすいませんでした。ええお客さんになりそうやし、ちょっとくらいええかなって。お店開けるんですよね。営業電話かけときますね。
佐川藩。よう、邪魔してるよ。いつからここに。札が店に入ったすぐ後だ。にしても随分騒がしかったな。え？それより真島ちゃんよ、お前仕事終えたら電話しろっつったろ。仕事？牧村誠だ。やったんだろ、ニュースで見たよ。蒼天堀に浮かべるなんて随分派手じゃないの。なんですぐ連絡してこなかった？ほうれん草はどうした？うっかりしてたんや。これから連絡するとこやった。はあ、うっかりね。でも妙なんだよな、例の女の死体。俺はなんか腑に落ちねえんだよ。お前さ、なんでわざわざ死体の顔潰したの？そのくせ死体には女の働き先の服着せたままだ。死体の身元隠してえのか隠したくねえのかよくわからねえじゃねえか。妙だよな。人を殺したんは初めてやったんや。自分でもよう覚えとらん。気が動転してたって？はあ、まあそういうこともあるのかな。どうでもええやろ。それよりももう仕事は済んだんや。これで東条会に戻れるっちゅう約束やったで。島野の親父になしつけてくれるんやろな。その前にもう一つ聞きて。さっき店で暴れてた男、お前あいつと何揉めてたんだ？あいつは西谷って男でな、あれでも俺と同じ近江連合の直参だ。貴人会ってな。近江連合の？ああ、近江の中にもいろいろあるがよ、貴人会は他の誰ともつるまねえ跳ねっ返りだ。どこの縄張りだろうと好き勝手やらかす蒼天堀のトラブルメーカーってやつだ。ま、俺は嫌いじゃねえよ。ただその貴人会がなんでお前にちょっかい出してきてんだ？連中と何があった？店ん中で暴れただけや。ええ酒飲み慣れてなかったんとちゃうか？そっか、まあ西谷のやりそうなことではあるか。ならいいんだ。ただこの前からお前の動きが妙でさ、なんか俺に隠してるんじゃねえかと思ってね。何を隠しとるっちゅうんや。気悪くすんなよ。そうだよな、お前が俺に隠し事なんかできるわけがねえ。もしそんなことすりゃどうなるか身に染みて分かってるはずだもんな。よし、そんじゃ島野の兄弟とはなしつけとくからよ。それまでしっかりこの店儲けさせてくれやな。支配人さん、待って、ちょうどよかったよ。お前、雀荘の闇医者か。李さん、どこにいる？私、李さんに急ぎの用ある。急ぎの用？薬届けたい。李さん、痛み止めの薬切れる、取りに来るって言ったのに、全然来ないよ。
あんた、リーと会う約束してたっちゅうことか。リーさん、何かあったか。私とても心配してる。リーさん、どこ？落ち着けや。ちょうどリーと話そう思うとったとこや。わかった。そしたら俺がついでに届けたる。あんた、今薬持っとんか？あ、あるよ。痛み止めの薬、これね。でも急いであげないと。薬切れると打たれた傷の痛みひどい。多分動けなくなるくらい。お願いね、支配人さん。おう、お前無事やったんやな。ああ、こっちも異常ないな。ん？ああ、別にないな。ならええ。あんたに預かりもんや。なんや？痛み止め屋とジャンバレアの闇医者がお前に渡せ言うとったで。ふん、こんなん別にいらんけどな。うん？それよりどないやった？電話の男とグランドで会うたんやろ。あの、何かあったんですか？電話の男って。まあちょっとな、お前は気にせんで。それよりリーさん、なんで私に何も教えてくれないの？なんでと。お前急にどないした？全部私が狙われてるせいなんでしょ？だから二人でいろいろ動いてるんでしょ？だったら私にも何か手伝わせて。ただずっとここにこもって守られてるだけなんて。私、ホムシ会館でお前をさらいに来てヤクザらがおったやろ。え？電話の男やユータンはそいつらの頭で西谷って男や。鬼人会いう組引いとる。そいつがお前を渡せ言うてきたんや。それで？俺がさっき会うてきた。お前を狙ってる理由聞き出そう思ったんやけどな。その前に札に連れてかれてもうだ。警察に？西谷も俺の雇い主の佐賀いう男も元をたどれば同じ近江連合や。どうやら近江の中でも牧村誠をさらう派と殺す派で別々に動いとるらしい。西谷はさらうか、佐川が殺すかちゅうことか。せやけど、今一番の問題は佐川の方や。あいつは多分俺がみすみすこの子殺さんかったこと感づいとる。なんやと？ほんまか？お前らはすぐ蒼天堀から出た方がええ。ここも佐川に見つかるが多分時間の問題や。リー、どっかこの子連れて逃げる当てないか？まあないこともない。せやけどどこまで逃げてもヤクザは追ってくるで。この子はいつまでビクビクせなあかんねん。俺が何とかしたる。とにかく今町を出る。あなたは一緒に逃げないの？俺はこの町に囚われの身や。一緒になるとかえってあんたらが逃げきれんようになる。しゃあない。マコト、ここ出るで。あんまり時間もないようや。え、他にも誰か？なんでお前、まさか俺のことつけてきたんか？リーさん、あなた前に私に教えてくれた。え？あなた言ったよ。日本で生きる中国人とっても大変だから、私たち助け合う。でも最後に自分守ってくれるのはやっぱり
お金ってリサ言ってたから許してくれるよねリサ。オントレイわしら売ったんか。こいつら佐川の手下。用が済んだらもういらんちゅうわけか。普通やないでこいつら。リー、その子を見とれ。こいつらには今まで散々世話になっとるんや。誠、こっちや。行くで。人同士の絆より金か。わしは確かにお前にそう言うたな。せやけど死んだらせっかく手にした金使えんやろが。ダホリーさん。リー、まだ終わっとらんで。他にも佐川の手の者が駆けつけてくるはずや。そいつはほっとけ。あんたを裏切った男やぞ。おい、どないしたんやり。このままほっといたらこいつ死んでまう。助けるんやんか。お前、誠を連れて早ここを出ろ。わしはこいつをジャンバラへ連れて行かな。後で合流する。お前は誠と一緒に保護司会館に行け。保護司会館？なんで？誠を連れながら歩いて逃げきれんやろ。車がいる。保護司会館の前に店の車止めとるんや。何が起きてるの？リーさん。誠、すまんがわしは。リーのおっさんは後で合流する。お前のことは俺が守ったる。他の追手が集まってくるんや。全部私のせい。ごめんなさい。私のせいでごめんなさい。泣くことあらへんがな。お前は何も悪ない。誠を頼むで。分かったる。行くで。お前ら佐川に伝えるや。俺らはこの町を出るで。どないした？早うかかってきたらどうや。俺を止めてみろや。
し行くで。おい、あ、私のせいでみんなを巻き込んで。お前のせいちゃう言うとるやろ。余計なことは考えねえ。私いつも守られてるだけなんて。そう思うんやったら今自分がで、どうしたの。ちょっと待っとれ。あのおっさんならいい。怪我ないか。大丈夫。あなたは平気や。おい、リーさん無事やったか。早かったな。あの闇医者は大丈夫や。仲間が見とる。それより車や。まだ追手が来るかもしれんのやろ。うん、車はあれや。ちょっと待っとれ。こっちや。ひどいよ。
なんで俺に嘘ついちゃうの？悲しいじゃん。俺にこんなことさせんなよ。今度は俺もちゃんと約束守るつもりだったのによ、うん、女殺したら島野のとこに戻してやるって約束したもんな。なのになんでこんな真似すんの？嘘つかれたらお前のこと助けてやれないよ。もう殺すしかなくなっちゃったよ。でもいいよな、二人一緒に殺してあげるから。誰や？